しい。美味しいね。美味しいね。この時間内でこんな美味しいものできるなんて、うん、なかなか。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のレシピは？今日は納豆と卵黄のパスタでございます。お、はい、これはパスタ延長線系のパスタですか？あ、シリーズですね。ね。はい、もうこのパスタだけでも美味しいんですよ。それにちょっと違う具材を合わせていただきますという。だから楽ちんだけど美味しいパスタを最近ちょっと我々ハマってますからね。そうなんですよね。なので今日は納豆と卵黄っていうね。いいっすね。あの、まあまあやったことあるよみたいな。まあまあ家で茹でたパスタに混ぜとるだけじゃないかみたいな。家でそういうことじゃないんですよ、ね。じゃないんですよね。今日は納豆、卵黄、そして大葉、スパゲッティ、塩コショウ、オリーブオイルです。ということでこのチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。毎日動画を公開しておりますので日々の皆さんの献立作りにもお役に立てると思います。ぜひチャンネル登録もお願いします。今日はもうパスタ茹でるとこからスタートです、沸かしたらもう10分後パスタが茹で上がった時にはもう完成です。すごいですよね。はい、なのでまあまあちょっと和える時間もあったらまあ10分プラス 1,2 分ですかね。カップヌードルから7分プラスすれば美味しいパスタができるっていう。まあまあかかるな。カップヌードル3分で食えるわ。まずたった7分でいいんですよ。で、まあでも普通にお湯沸かして材料切ってとかっていうのを考えるとそれ考えるとインスタントパスタっていうなんか、ああなるほどね。あれインスタントパスタ、まずパスタ入れるとこから始まる、はい、でそこからできるものを用意できるもので、うん、そう作るインスタントパスタ、インスタントパスタ、インスタントパスタ、はい、ちょっとなんか抵抗ありますね。インスタントパスタじゃないの。10ミニッツパスタ、え10ミニッツパスタでしょ。そうそう、10ミニッツパスタね。10ミニッツパスタ、はい、いいと思います、いいと思います。まずね、ここからもう、はい、ね、10分後に完成します。今日はおりません。じゃあ沈めていきますよ。これは本当のワンパンパスタなんでね。いや、本当のっていうか前も本当のワンパンパスタなんだけど今日はあのパスタ折らずにね、パスタ警察出動しません。はい、パスタ警察出動しませんよ、待機中です。はい、パスタ警察ね、もう多いですから、はいね、いや納豆入れた瞬間来るかもしれないからさ。あ、本当ですか、気をつけましょう。納豆入れる前に終わろう。はい、はい、ではこれパスタ10分かかりますんで、うん、アルデンテになるまで火入れていきます。はい、はい、じゃあその間に今日はね、1人前 100g のパスタに対して卵黄2個使います、うん、で白身はね、かきたま汁作れますんで、ではまず卵黄と卵白を分けます。なるほど、いいですね。じゃあ濃厚なパスタを作るってことですね。そうですね。さあ分けました。であとは大葉切っときますか。簡単だからもう10分できるインスタントパスタ、はい、結果冷蔵庫にあるもので作る感じだよ ね、納豆と卵あるよね。そうそう、で、まあ大葉とか薬味がちょっとあればもうそれでできますからね。そうなんです。なんかわざわざどっか買いに行かなくていい、材料用意しなくていいっていう意味でも即席だよね。さあ今日はね洋風スープなんでお野菜のブイヨンね、今あの鋭意開発中です。はい、はい、美味しいブイヨン我々今作ろうと思ってね、畑から探してます。畑から、ね、野菜作りから始めますね。嘘嘘、そういうと本当にみんな信じちゃう。そんなことできません。野菜は経験、ね、全国からね、はい、ちょっと集めて、はい、さあお湯沸きました。ではちょっと味見ましょう。うん、ちょっと薄めですんでちょっとお塩しましょう。ラビダの美味しいお塩のスープです。海塩がまた水に戻ってくる。いや最高ですよ、ね、このブイヨンあっさりめで仕上げてラビダの美味しいお塩でスープをいただくと。じゃあ、 あのかきたま汁溶いていきます。はい、いきます。ちょっとはい、スッと混ぜたら出来上がりです。うん、はい、簡単。じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあお湯、これ皆さんは流しにわーっと捨てちゃってください、ね、はい、はい、さあしっかりお湯を切ります。ね、ほんと茹で上げパスタと和えるだけっていうね。はい、しっかり湯を切りました。じゃあフライパンに戻します。 OK、 でここでオリーブオイルたっぷりとね、はい、いきます。このラビダの美味しいオリーブオイルと、あともラビダの塩をかければとりあえずパスタでこれ美味しい。もうねパスタはねもう結構塩味が入ってるから、もうこれで美味しい、美味しいですもん。美味しいですよね。はい、じゃあ納豆入ります、はい、で卵黄もここに入ります。はい、ドラッと、ういー、納豆を混ぜるだけと。はい、混ぜるだけ。おい、外します。もう火はついてないです、お鍋の余熱でね。ちょっと黄身に火が入ると、はい、しっかり合わせましょう。さああとはちょっとお塩で
最後味付け、うん、美味しい、美味しい、美味しいです。濃厚、ちょっとね味が薄まってますんで、お塩、これあの醤油でもいけます。醤油でもいいし、納豆のタレでもいいし、はい、全然。むしろ醤油、むしろ醤油の方が多いんじゃない？ね、ね、納豆パスタって、うん、で仕上げのオイル、もう一回ね、はい、でもう一あえしましょう。はい、いいんですかね、こんな感じで仕上がりました。いい、それではお皿に盛り付けます。ウニパスタのように綺麗だよね、本当。ね、ちょっと納豆がまだあるんで納豆入れましょう。 OK、 仕上げの大葉です。ブラックペッパー、卵系パスタやっぱブラックペッパー合いますからね。うん、仕上げのラビダです。もう一回いきますか。はい、もう一回いきます。今日3回目です。はい、完成です。はい、はい、はい、ではいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、濃厚、美味しい。先生、ちょっと醤油垂らしてもいいですか。コラトゥーラいきます。あ、コラトゥーラいいですね。ね、ちょっとわかります、うん、コラトゥーラ欲しいですね。やっぱなんか、はい、これやっぱ納豆が入るとやっぱちょっと出汁っぽいさ、欲しくなります。なんかね、はい、欲しくなりますね、これね。さあ、コラトゥーラが入ることで最高です。なんだろうね、すごっ、このやっぱこのジャンの旨味って美味しいね。美味しいね。もちろんお醤油でもいいし、あの、まあ、やっぱ出汁のやつをちょっとかける、うん、入れるだけでも多分違う気がするな。いや、いいと思います。うん、やっぱり一つ入るとね。そしてもうかきたま汁が本当に秀逸です。これ秀逸です。うん、本当に、いや本当に、だから10分で2品作れるんだからさ、うん、最高っすよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日使った調味料などは我々のネットショップ青じたぼらで販売しております。よろしければ覗いてみてください。今日のポイントは、今日のポイント、うん、なんかありました？ポイント、いや、ポイントありました今日。今日のポイントで言うと、やっぱ卵黄は2つ使うとかがポイントかなと。濃厚になりますから。でさらに醤油を最後ちょっと垂らす。そうですね、魚醤なり普通の大豆の醤油なり、そうなり、はい、それでやっぱコク、ね、風味が出ますね。いや、はい、仕上げにすごい、まあ、お塩だけでも十分美味しいですよ。美味しいですよね。美味しいんですけど、ちょっと垂らしてあげると急に和風になります。はい、いや本当に、はい、ね、すごい。